記念事業の一つ愛知県文化会館は美術館がまず完成、好評のうちに広く利用されていますが、この度待望の第二期工事大講堂を建設することになり、6月4日起工式が県下の文化人や関係者多数参列して厳粛に行われました。この講堂は音楽演劇などあらゆる集会に利用できる近代科学の粋を集めた立派な施設で、各方面から大きな期待が寄せられています。6月定例県議会が10日に召集され、適当新役員の改選が行われました。開票結果の報告。右のうち法定得票数を得かつ最多数を得られました、石原一郎君を当選者と決定いたします。石原一郎君。愛知県議会第43代の新議長として石原一郎氏が就任。次いで副議長に山内金次郎氏、また各常任委員なども決まり、この新しい役員によって県議会が運営されることになりました。天下の名城と謳われた名古屋城も戦災で焼失、今は石垣にその名残をとどめるばかりです。この日本の代表的な文化財を復旧して郷土のシンボルを再現したいという人々の熱望に応えて、名古屋市政70周年の昭和34年10月完成を目指し再建の準備に取り掛かりました。6月3日、くしくも加藤清正が天守閣に年始を置いたというこの日に、桑原知事を会長とする再建講演会が県下の各界代表者を網羅して華々しく発足、各方面の積極的な協力を要望しました。いよいよ6月13日、天守閣跡に鯉のぼりを高々と掲げ、内外の名士も多数参列して盛大な起工式が行われました。桑原知事の玉串奉天。狭間組社長の仮初め。小林市長の桑入れが行われ、めでたく名城再建の第一歩を踏み出しました。